どうもココリャ TV です。はい、今日は、質問とかもちょいちょいある最近使っているカメラアプリ、カメラの加工の仕方をご紹介したいと思います。本当に特別なアプリとか本当使ってなくて、基本的にインスタグラムでそのまま加工しちゃうのと LINE カメラでやることが多いです。まず、このちょっと私がよく使っているなんかちょっと薄っぽいなんかこう霧がかかったような加工は、まあサンプル画像いくつか載せるんですけど、それはインスタグラムでアップする際に色味とかを加工する場所があるんです。3つこうなんかボタンがあって、それの一番右側かな、自分から見て、でそこのところでフェードっていうところがあるんですけど、そのフェードっていう部分を左から右にすればするほどなんか強く霧がかかったようなそのフェード加工ができます。はい、それがすごく最近やってるのが多いです。だからアップする際にそのフェードでいろいろとちょっと加工したりとかしてます。で、あとはよくこれも質問にあるスタンプとかハートとか絵文字をスタンプしてたりすると思うんですけど、それはとても簡単で、それも LINE カメラで自分の加工したい画像とかのところに行ったら、そのテキストって入れられるところがあるんですけど、スタンプとかじゃないんですね。テキストでそこから、自分のやりたいスタンプとかを押して、それを一個一個チュン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 ってつけたりしてます。とても簡単、それだけです。なんか特別なアプリとか使ってないので、 LINE カメラとかで撮っちゃったらそのまんまスタンプポン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 って押してからのインスタで上げるときにフェード加工したりとかすることが最近の私の、まあ、画像の加工のポイントというか、加工するときに一番多く使います。はい、なのでまあ皆さんもぜひやってみてください。本当に本当に簡単です。はい、ということで今日は私の最近やっている写真の加工の仕方をご紹介しました。じゃねー、あよん。韓国情報だったり韓国エンタメ情報、オルチャンメイクだったりグルメだったり、とにかく韓国のことをいっぱいいっぱい発信してきますので、皆さんコメントやリクエストもどしどし募集しています。 YouTube のコメント欄、 Twitter なんかに気軽にコメントしてください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。